やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。俺今までいいとこに住んでたんだな。こんな駆逐されるとは思ってなかったわ。あのじいちゃんは排除するよ排除するよって言ってたけど排除はしなかった。おめえとは違ってね。俺がデッキブラシを先に持ったとしても持つだけなんだよね。壊す方法ってなんだ。じゃあおばあちゃんとの攻撃になんか噛み合わせてみる。おばあちゃんが殴ってぶっ壊すかもしれない。あ、一つ目のタスククリア。次、男の子を電話ボックスに閉じ込める。まあ、これは簡単よ。お前これ大切なものなんだろ。今からあの電話ボックス入れっから。普通に待って、ね、開け方をまず。おおお、開け方。おはあ、違うよ、俺が入っちゃった。これで入る判定。もう一回で、で、で、ああ、それがパパなんだ。待てよ。まあでも次の多分クエストに移ってるから問題ないかな。男の子に違うメガネをかけさせるになってるから。お前じいさんじゃないんかい、ババかい。ここはガラガラだぜ。なんかこれスイッチやんじゃん。スイッチ、テレビに映る俺。あ、先生かわいい。これめっちゃかわいい。違うメガネをまずじゃあ探しに行こうか。違うメガネとは。はい、お前はこっちの方が似合うって。殻に引きこもってないぞ。陽キャの道歩もうぜ。お前はこっちの方が似合ってる。ちょっとね、ちょっとこっちに興味を持つんだよな。靴ひもも引っ張れる。ああ、ほんとだ、確かに靴ひもちょっと目立ってるね。あ、うわっ、なるほど。お前のメガネはここにポイだ。待ってろ、お前にお似合いのメガネを今見つけてきてやるから。これや。どう、やっぱこっちの方が似合うよ。次、誰かに自分のものを買い戻させる。誰かに自分のものを買い戻させる。誰かに自分のものを、自分のものを買い戻させる。買い戻させる意味がわかんやん。これ大戦争起きてるじゃん。違う違う違う、これ店のためだから。本当にお前分かってないね。店のためだっつってんの。やめなさい、かわいそう。忍者みたい。わかんない、ちょっと待って、じいさんに助けをこう。わかった、人参売ってたろ。じいじ、お前のさ人参今から売ってきてやからさ、自分で買えや。これはじいじのなんだけど、大切な人参でしょ、このアヒルから守りたいぐらいに。でそれをさ今からさお店に並べて来てやるから、それを買い戻してこい。ほら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 、じいじ、ここから人参もう一個使って連れていく。バレんなバレんなバレんな。はい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 、これ追いつかれちゃうのかな。あー、きつい、追いつかれちゃう。はい、あ、バカバカバカ、なんでなんでなんで。これでクリアでしょ。ほら買い戻せ人参。ほら、お前の人参だぞ、買っていいぞ。それ取ったら万引きだからな。お前
やりやがった。飛行機かメガネなんじゃね。だとしたらこれを棚に並べちゃう。かけろ。にゃんにゃんにゃんよ。いいよ、もういいよ。ほら、もういいよ。オッケー。メガネかけたよ。何お前取ってんだよ。金ねえだろうが。やめなさい。ひでえやつがいるもんだ。帰ってか。おい、こんな残酷が、俺そんな悲しいことしたくなかったのに。は、人参取りに来たし、このタイミングで。じいさんが。カオスだ。情報量が多すぎる。お前が何人参食べてんだ、こんなタイミングで。じじい、おめえが金払ってやれって。なんだ、このカオスは。はい、ショッピングをする。カゴに入れるもの、歯ブラシ、トイレットペーパー、ヘアブラシ。お店のおばあさんをガレージに閉じ込める。おい、これやんないと気が済まねえよ。まずはガレージがどこだか、ちょっと見に行こうか。ここだね。人をいじめたらね、どういうことになるかってのは今教えるからね。見とけよ、ジャック。ジャック、今からおばあちゃんを殺す。こっちだよー。ガチガチー。ほら、お前の体質だ。はい、よっしゃ。あいふさー。ジャック見においで。ジャックおいで。ジャックおいで。意地汚いママがそれに閉じ込めたぞ。ジャック見に行こう、一回。ジャック見に行こう。お前が大嫌いなババアをな、この中にぶち込む。